じゃあ、1億円シリーズのー今日は9話になりますかね。吉谷さんがね、ビジネスのことについてちょっと言われてたんで、えー、っとね、全くその通りじゃなくて、私ちょっとね、勘違いして伝えてるところがありましたんで、改めてお話します。ビジネスの効率が悪いというのはね、どういうことかっていうと、うーん、まあ、例えばね、吉谷さんのように、ビジネスの販売者になってる方は、効率が悪いとは言えないんですよも。もちろんね、投資がうまくいったらそっちの方が、 あの比較的にあの相対的に効率は良くなると思いますけども投資だって下手な人がやれば効率が悪い稼ぎ方になるんですよむしろ損しかし,なしませんから稼げないってことになっちゃいますよねでビジネスの話に戻りますと吉田先生のように人に商品を売り続けるというビジネスは効率が悪いとは言えません効率が悪いのはなぜかっていうとそのビジネスを買い続ける人の方なんですよ、ね、だってビジネスの商材を買ったら本当はねもう その人自身もビジネスでお金が稼げるようにならなくちゃいけないのに、稼げないからまた別のやつを買うわけですよ。で、これすごく効率がいいですよね、えー。そしてシンプルに考えて、ビジネスで稼ごうとする人が30万円の情報商材を買ってしまえば、30万円稼ぐまではマイナスなんですよね。ずっと含み益ンを抱えることになるんですよ。まあ、ですんで、30万とか50万の商品を買うのはあのー、特に買い続けるのはですね、もうビジネスのセンスないんですよね。ビジネスのセンスがあれば、 一つの商品買ったところで、その商品を使い倒して再販するというね、そういった道を選ぶと思うんですよ。まあ、例えば、えー、まあ、吉谷さんでもいいです。吉谷さんからビジネスの商材を買った人が、あ吉谷さんにね、連絡を取って、このビジネスの商材、私はもう結構使いましたと。よく分かりました。だから私がこれを今度は、自分の知ってる人とか、自分のメディアを作って販売していきますんで、 あの売り上げのうちの何十パーセントかくださいよっていう話を持ちかけるというビジネスを始めればそれは素晴らしいことだと思うんですよでも商品を買った人がね今吉田さんからじゃなくてもいいんですけども,買っ,ても買った人がじゃ買った商品をさらに誰かに売ろうかなっていうふうに思わないアフィリエートかけようかなと思わないところがビジネスセンスが悪いとビジネスの効率が非常に悪いと言わざるを得ないのかなと思うんですよで私の場合もですね情報商材にな,りなるものを買ったことがありますよね で買った時に何したかっていうとその情報商材の中身を今度は自分で表現することによって自分の商品としてねアフィリエイトでも何でもなく自分の商品として売るようにしたわけなんですよで、えー、ついでに言いますと私の買った情報商材を、あのー、買いたいという人もいましたんできちんとお話ししてね紹介報酬をもらいながら売るっていうこともやっていましただからね結局商品買うんだったら1個でいいんですよ 1> 1個でビジネスは完成します。まあ、本当は1個も買わなくてもいいんですけども買ってしまったんだったらその買ったものを送ららたりしたりとかね自分の知恵とか知識とか経験に閉じ込めるんではなくてそれをさらに広げていくことによって、えー、まあ立体的にね、稼ぐ方法を作っていくということができるんじゃないかなと思うんですよ。逆に言いますとね自分の買った情報商材を再販売しないんだったら商品作らないといけないし商品探してこないといけないんで、まあ、効率が悪いんですよ。 だからこういうところでもビジネスセンスがないなと。効率が悪いなと。ビジネスは効率が悪いなと思わせるところなんですよね。まあそういった形で、あのー、ビジネスってのがね、どうやったら効率が悪くなるのかとか。 同じビジネスなのにどうやったら効率が良くて生き残っていけるのかちょっとお分かりになったんではないかなと思います、まあ、この繰り返し積み重ねが1億円に続く道でございますさもなければ1億円どころかずっとマイナス解剖傷が深くなるばかりですんでご存知くださいそれでは失礼します